キチャンネル。ジョッ、こんにちは。今日の動画はですね、はい、日本ハム最下位でしょ今、はい、だ順位で言うと楽天ソフトバンク、はい、で西武オリックスロッテ日本ハム、はい、で今1位楽天、うん、ゲーム差が 4でソフトバンクと、うん、ソフトバンクがでソフトバンク西武で、はい、そこのゲーム差も4、うん、で西武オリックスが 3.5、はい、でロッテオリックスが1ゲーム、うん、で日本ハムロッテが 2.5 ゲーム、はい、だからいわばオリックスは首位まで 11.5、 結構ありますね、うん、西武が首位まで8ゲーム、はい、でロッテは 12.5、うん、で、日本ハムは15ゲーム首位と。そっか、15離れてるんだ。これは結構離れてるけども、はい、まあ、今日の動画ですね、はい、実は日本ハムよりやばいよロッテっていう動画です、うん、ロッテが最下位日本ハムだからね、はい、日本ハムの方がやばいよと思われつつも、うん、はい、実はロッテの方がやばいんちゃうかっていう、うん、そうなんですか。だからまあね、うん、あのいわばね、はい、まあ、日本ハム最下位で、はい、うん、ビッグボス采配ってところでもう首位と15ゲーム差、はい、自力 V 消滅、うん、まあやばいですね。まあそうですね、ちょっと早いですね、うん、状況に考えてね、うん、でもよ、はい、まあ試合見てても、うん、そのまあいろんなことやってるけど、まあ正直これって2軍でやることなのに1軍でやんなきゃいけないんだ、まあでもそういう戦力だから仕方ないか、苦しい状況だねと思うけどね、はい、でも、うん、単体だけ見ていくとね、うん、まあ荒削りだし、はい、まだまだだよ、うん、でも今川とか、うん、すごいホームラン連続して打ったりね、万波、うん、ね、で浅間、はい、で野村、うん、ってことまあ石井もよく頑張ってるし、はい、そうですね、で清宮もまあ打率はちょっとへぼいけど、うん、まあ、当たったら飛ぶホームラン、うん、ちょっとキャッチャーが人いないなっていうところは感じるけども、はい、まあ、松本選手もね、打率すごいですね。そうそう、うん、だから、うん、まあ荒削りだけど、うん、もしうまく育ったら面白いな、うん、若い選手、うん、っていうね、伸びしろすごそうじゃないですか、うん、だから今チーム打率ね2割2分5厘と、はい、あのパリーグで3位、うん、西武と並んでホームラン数32本がパリーグ1位、はい、うん、ツーベース、50個が、パリーグ2位、うん、でスリーベース7個もパリーグ2位、はい、でも出塁率が2割7分と、パリーグ最下位なんだ、はい、だこれは何でかっていうと、うん、多分初球から何でもかんでも振っていってるから、うん、あのフォアボールが多分選べてないと思うんだよね、はい、だからフォアボールの数が71個と最低なんだよ、うん、はー、そう、だからそういったところがもっと、はい、まあ、初球から何でもかんでもファーストストライクスイング率 50% ぐらいあるらしいんだけど、うん、まあ、これを何でもかんでも振るんじゃなくて自分の意識してる球、うん、自分が山張ってる球とかが振りに行くんだったらいいんだけど、何でもかんでも振るのはちょっと意図違うんちゃうかって思うところもあるし、うんうん、得点圏打率も2割9厘とパリーグ最下位、はいはい、あ、最下位なんだ。だからそういう全力プレーの一発はあるけども、うん、緻密なところが全くないような気がするけども、はい、まあそこら辺はまあまあまあ伸びしろ、うん、っていうのを考えると、まあまあ楽しみ感はまああるじゃんね、はい、うまく育てば、うん、でも今日の動画は、はい、日本ハムよりやばいよロッテでしょ、はい、ロッテは今チーム打率2割1分、うん、パリーグ5位、うん、最下位が2割6分のオリックスだからね、うん、まあ、今日現在ね、はい、ホームラン数11本でパリーグ最下位オリックスと同率、うん、得点圏打率2割2分5厘、はい、パリーグ4位、うん、エラー数21個でパリーグ2番目に多い、1位が1位27で西武か、うん、で、三振数は257でパリーグ3位、うん、でハムが302個で一番多いんだよね、はい、ってなった時によ、うん、ロッテの若手で未来楽しみなの、まあ、高部と最近だと山口、うん、そうですね、うん、でもやっぱりね、俺の中で一番問題視してるのは、はい、ドラフト編成なのね、はい、まあ、いわばもう三遊間が誰もいないのよ、はい、でその中でドラフト戦略で言うと、うん、まあ、この、まあ、2013年から始まるんだけど、はい、まあ、3位でミキを取ってきたんだよね、うんうんうん、で次に2015年1位平沢、うん、2017年1位に安田、でも三遊間じゃないですか、うん、で、はい、2018年1位に藤原、はい、で4位に山口ね、はい、取ってで2019年5位に福田、うん、後期2020年に
3位に小川、うん、2021年に2位に池田、うん、内野手どんだけ取ってんだよっていうね。あ、めっちゃいますね。まあでもまあショート取ってて回すっていうのもあるんだけど、はい、でその2014年に中村翔吾を取って、はい、もう10年ショートいらないって言われてたの、はい、でもショートじゃ無理だったからセカンドになってて、うん、でまあ今年はその中村もあんまりいい感じで来てないんだけども、はい、ショートで言うとね、三木、ね、平沢、はい、まあ、最後で安田、はい、福田、うん、小川、池田、はい、で中村7人取ってきてるんだよ。7人か。7人取ってきて、うん、であと藤岡選手そうですね、17年の、はい、8人取ってんだよ、うん、でしかも池田以外が全員右投げ左打ち、はい、同じようなタイプ、うん、で中村以外レギュラー決まってないって、はい、ちょっとやばいね。あー、そっか。じゃあそこ本当に固定されてないんですね、うん、しかもこんなに取ってんのよ。藤岡選手がこう固まったかなっていう時とかもありましたけどね。でももう今一軍いないじゃん、はい、でその中でその割にエチェバリア取ってきてんのよ、うん、はい、そんなにいるのに。そうですね。でここどうすんのっていう。で平沢選手も今年一軍上がってきてましたよね。うん、でも上がってきているだけじゃダメだからね、うん、結果出さないと固定されないという。だから結局三遊間、うん、こんだけ取ってんのに、はい、外国人入れたら8人取ってんのに、はい、ほぼほぼ誰もいないっていう。でしかも未来も大丈夫な、しかも同じようなタイプだから全員、はい、キャラクター変わんないの。やっと池田の右打ちを取ってきただけで、はい、あと全部右投げ左打ちで、うん、同じようなタイプだから、うん、で結局同じような結果だし、はい、どうなんのっていうここら辺、うん、三遊間は。そうですね、誰も埋まらないっていう。で外野はね、はい、こう高部が来て、うん、まあ、山口がいい感じ、はい、になってっていうけど、こう藤原がね、うん、もう藤原も 1,2,3,4 年目でしょ、はい、もうそろそろ来てほしいよね。そうですね、うん、で安田もね、うん、5年目、はい、だから村上がバーン行って、で清宮は打率悪いけどホームラン当たったら飛ぶから、うん、まあもしうまくいけば2割ちょろちょろでホームラン20発ぐらい打てるようになんないかなみたいなね、はい、安田どっち狙いますかっていう。あ、でも確かにホームランも打てるしけど、ホームランもそんな20本も30本も打つような感じもしないし、じゃあ打率もじゃあ3割近くいけるのかっていうとそんな感じもせえへんし、はい、いやどれぐらいいくのかなっていう、うん、だから他がいないからもうそこら辺全滅したら終わりよ内野が。そうですね。で中村翔吾 FA、はい、でこれもう抜けたらもう誰もいなくなる、うん、で外国人のレアード・マーティンが、はい、でマーティンももうレアードも35歳だから、はい、ここ今もうギリギリのラインなのね、うん、ここでいけるか落ちるかがの年齢のところだから、はい、まあこの2人が打たなかったら今年 B クラスもあるっていうところで打てないから今 B クラスに沈んでんだけど、マーティン選手もね落ちちゃいましたしね。その、うん、こうこいつはみたいなもういないとよ。あ、そうか、なんか未来がこうキラキラ見えるような方がっていうことですね。で、まあ荻野、うん、角中怪我してるけど、はい、もうね、まあ、ベテランだから、ね、このまま一気に上がるっていうことはないから、うん、今一軍にいる人たちの、はい、が行かなきゃいけないけど、まあ、高部山口は、うん、高部もやっと二軍の帝王を卒業して、はい、うん、一軍で結果も出して総力もあって、はい、まあ、こっから勝負だねっていうね、うんうんうん、まあ、その中で今日現在で言うと、はい、まあ、高部は、打率が2割7分5厘だから、うん、まあまあ十分だね、はい、まあまあ、3割打ってほしいけど、うん、まあまあいい感じだね、はい、であの山口が2割6分で、はい、ホームランが3本と、はい、まあまあ頑張ってほしいよね、うん、いい形で。そう、4番打ってる時もね、ありましたね、山口選手ね。でキャッチャーもね、はい、まあ、佐藤も打つ打つって言っても2割2分6厘は打つに入んないからね、うん、まあ、この間いいところで打ったりはしてましたけどね。いいところでもう常に打たないといけないからね、まあ、そっか、うん、であの松川はまあ1割台でしょ、はい、で、まあ、菅野はね、はい、4割2分2厘だから外野はまあそこそこ感じでね、うん、来るけどもう内野がもう全滅だからね。なんかそうですね、そう言われてみたらそうですね、うん、だからその次でピッチャーも佐々木朗希っていうね、はい、すごいのが、うん、超スーパースターだ、未来を感じるけども、はい、うん、あとがねもう石川美馬もベテラン入ってきてるし、はい、その若いところの、うん、このなんかこう生きのいいのがねいないのよ。あれ今なんかこう生きのいい若いピッチャーって佐々木朗希投手以外に先発ってなるといないね。そっか、だって今先発ローテーション佐々木朗希、小島、はい、石川、ロメロ、で美馬、はい、
で小島投手も結構まあまあ上になってきましたもんね。でまああと元前投げたり、はい、あと川村投げたりしてて、うん、でも息のいいのがでリリーフは、はい、一昨年はね、はい、あの沢村あの唐川増田だったけど、うん、で沢村が FA に移籍して、はい、で去年は佐々木千早、うん、国吉、はい、で増田 で、うん、で今年はもう誰なのかなっていうね増田、はい、うん、増田は決まってるけど誰なのかなみたいなね、はい、だからもう次の守護神候補もいないんだよ。そっか、増田の次の守護神も揃えとかなきゃいけないけど、はい、え小沼にしましょうか、はい、えどうしましょうかみたいなね、うん、感じでその次の候補もいないし、だからこの次来るところがいないんだよ。でそこでベテランっていうのも内野いないから、うん、はい、だから鈴木大地がね本当はベテランで松田と同級生いい形で行くはずだったけど、うん、楽天にね移籍しちゃったから、はい、うん、そこら辺もいなくてちょっと実はやばいのは、今年だけ考えたらそれはハムの方が災害かも分かんないけど、うんうん、分かんないけどね、はい、でも実はもう未来やばいのはハムよりロッテちゃうかと思ってきて、あなるほど、だからやばいよっていうのは今年最下位になるかもよのやばいよっていうより結構未来やばいよのやばいよなんですね、うん、でしかもその、うん、いやマーティン、レアードが打たなかったらここまでなるとも思わなかったけど、うん、ここまでなるかみたいな、はい、マーティン、レアードが打たなかったら本当ちょっと打線なかなか点取れないですもんね、うん、だからもうちょっと急ピッチで補強しなきゃいけないね。だからヤクルトもね、うん、サンタナ怪我して離脱したら、はい、今もう外国人補強してるからね、はい、であと来るの待ちだけど、うん、もうこうなったらちょっと補強しないと、うん、サードだね、サード、サードか、サード補強だね、このドラフトだってクリーンナップがよ、はい、2割1分9厘、2割2分6厘、2割7厘ってもうほぼほぼ怖くないやん、うん、佐々木朗希はいい形で成長していけるけど、はい、育成はいいよ、はい、野手が全然、でも確かにそう言われるとあれですね、誰もちょっとね危ないね、ハムよりちょっとキラキラしてる方というかね、特に野手がいないね、うん、ちょっと打線に怖さ全くないしね、うん、そういった意味では、はい、ちょっとね、まあ、今年だけのこと考えたらちょっと外国人を早急に補強していかなきゃいけないのと、はい、今挙げたその、うん、中村も含めた内野手5人、はい、あ8人、はい、ちょっと頑張んないと、うん、とかそう成長していかないと、はい、ちょっとなかなか苦しくなるね。そうですね、うん、いやなんかまだ私とかもまだ見つけられてない、こうなんか2軍とかで頑張ってて、だってこんだけ8人いるんだよ、それ2軍で頑張ってるやつ入ってるからで、ね、8人もいいんだよ。そっか、それ以上いないからね、逆に言うと左右か、そうですね確かに、いやなんかこのスター候補みたいな、いやだからその8人だから、だから取ってるんでしょ、2位とか1位とかね。そうですね、うん、あの藤岡とかもそうだし、うんうん、平沢もそうだし、池田とかも2位で取ってるのはスター候補だからでしょ、はい、だからそこちょっとね取ってるんだから、それどうにかしないとね、うん、ちょっと未来がちょっと光が、特に最近の戦いは見えないから、はい、ちょっとこの動画を見て何クソと思って頑張ってほしい。佐藤さん1位予想なのに、本当だよ、ね、今言われてるんだから、佐々木1位予想するとろくなことないみたいな言われてるんだから、どういうことやねん、そうです、佐藤さんしなかったらしないで文句言うくせに、したらしたらで文句言われて、じゃあ俺はどうすればいいねんっていう佐藤さんに1位予想されたくないっていう、もうこれ本当、これを見てね、本当なんとか少年入れ替えて頑張ってもらいたいんで、うん、はい、はい、まあでもね、毎週やっぱ佐々木朗希投手の登板楽しみですよ。でも投げててもその佐々木朗希、ロメロ、石川の表3枚で負けてるからね、3連敗痛いですね、本当、まあ、そういった意味ではね、はい、まだ4分の1終わっただけなんで、ね、そうです、まあ、交流戦もあるんでね、はい、これを見て、うん、ふざけんなと思って頑張ってほしいですね、はいはいはい。